みんなー、熱く燃えてるか。何か不穏な発言だが。さあまずは初めにガチャでも引いてみよう。コスモ出たからいいじゃん。どうしても欲しいものがある。今じゃなきゃダメなんだな。では早速。猫缶600個あるから、3回連続を引くよ。どうかこのバカに、ロッカーを恵んでやってくれ。さあ幸は投げられました。未だに出ないなんて、すごい確率です。強くする必要のないホッピング。どう使うの、生ジョ？唯一いいんじゃね、なっし。まだまだ、30分休憩してから、再度挑戦。なあ間が悪い気がするんだが。でもね猫入手も今以外は待たなきゃいけないよ。知らねえぞ。何に使うの？ガンマン。強くてもいいけど慌てることのないサイキッカー。正直プラスガンブリしないと使えない泥棒。こんなことがあっていいの？これが現実。さあキリキリ働け。で爪研ぎの廊下、乱暴者の番人に挑戦です。結構むずいんだが。ニャンコンボは研究力小2個と体力アップ小1個、マキシマムを出しながら師匠を倒していきます。時間の関係で倍速します。体力をちょっと上げると、マキシマムは師匠を攻撃できます。レアで倒そうと思ったらこれが無難か。働き猫のレベルを上げつつ、少しずつダメージを与えます。働き猫のレベルを上げるにはちょうどいいのかもしれないな。5分くらいかかりますが、射程で負けているキャラ相手に奮闘できるので、制限ステージでは有効だと思ってます。そろそろ師匠が倒れるな。そして次が厄介。ナマルケモルルとセレブとフルボッコの登場。長い戦いの末、負けてしまいました。タスクキル忘れてないか。ボスの残り体力 1%。惜しかったな。編成を変えて再度挑戦。統率力を調整するのに未来編を一部攻略。まだまだ猫缶のストックはあるってか。ニャンコンボはアイラブジャパン。猫ニャンダムを編成に加えて攻略するよ。あのレベル上げて損したやつか。ナマルケモルルの射程450に対し、551の射程で攻撃と妨害をするよ。当然師匠にも勝ってるな。さあ本番です。猫ニャンダムはこれ1体だけであとは出しません。もう1体ぐらい出した方が良くないか。それで負けたんだよ。射程と妨害があっても、攻撃力は低く、すぐに結果を出せないため、苦しくなるんだよね。ナマルケモルルの前が空き次第ムートを飛ばすのか。攻撃してから時間が経ってなかったら有効だけど、壁の足が遅いから、猫ニャンダムやられちゃった。ムートの攻撃が入るな。フルボッコが強すぎてなかなかチャンスはないけれど、攻撃力 15% 増量で、少ない機会をものにするよ。時間かかりそうだな。では倍速で。使ってしまった分はどこかできっちり回収しないとね。初回半額までに欲望を抑えられるかだな。まあ狂乱祭までに色々準備して、攻略できるようにしておくよ。敵はむちゃくちゃ強いわけだが、それをなんとかするためにガチャやってるんです。目的外のキャラばっかりだがな。同じレアキャラなのに排出率が全然違うんだよ。プラスがつくならマキシマムかパーフェクトがいい。そうは言ってもな。星4も14ステージ終わったところで、先を進めるのもいいかもしれないね。まあ正直難易度にキャラが追いつかなくなってるからな。どこを攻略したもんだろう。本日の成果は、攻略手順に若干の問題がありますが、まあここいらで先に進む準備しないとな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。今回は短いですが次に期待。いつもの半分くらいかな。